今日から10月ですよ。もう今年もあと残り3ヶ月になってしまいました。とにかく今年はコロナに翻弄されたなという1年ですけれども、経済は危機的な状況が続いています。海外旅行なんてまだいつ解禁されるのか分かりませんし、まあ、そもそも海外旅行客も前の水準に戻るのかっていう、そう考えるとしばらくは国内で経済をうまいこと回していかなければいけないと思うんですよ。ただない袖は触れません。やはり昨年の消費増税の影響がありつつコロナが来ちゃったっていうのがもう絶望的ですよね。何気に今日10月1日というのは消費税 10% が始まって1年の節目でもあります。京都新聞が現状を記事にしているんですが、やはり増税後の落ち込みが目立つ様子です。増税の反動は想定以上だった。如実に現れたのが高額品を扱う百貨店だ。京都市内4百貨店の昨年10月の総売上高は前年同月比 16.5% 減。大丸山科店が閉店したとはいえ、額にして約30億円の消費が吹き飛んだ。今年1月に 4.4% 減まで戻ったが、4月5月の緊急事態宣言に伴う臨時休業が追い打ちをかけた。直近の8月も同 24.7% 減と大幅に下回ったままで、回復の糸口を見出せずにいる。 2% の税率上昇は日本経済に大きな打撃を及ぼした。2019年10から12月期の実質経済成長率は年率換算マイナス 7% となり、14年の前回増税以来となる5年半ぶりの悪化幅を記録。そこにコロナ禍が重なり、今年4月から6月期は戦後最悪となるマイナス 28.1% に急落した。だが国内景気は米中貿易摩擦などの影響で18年11月から後退局面に入っていたことが政府の有識者研究会によって今年7月に認定された。第一生命経済研究所の長浜俊弘首席エコノミストは、悪循環の中で増税しコロナ禍が加わって日本経済は三重苦となった。アベノミクスの最大の失敗は消費税増税だと断じる。いや本当ですよ。もう完全にパラレルワールドの話になりますけれども、消費税 5% のまま増税せずにアベノミクスを遂行したら一体どうなっていたんでしょうね。やっぱり経済は活性化していたんじゃないかと、そんなことを無双してしまいます。やはり理想としては経済を活性化させて拡大させて税収を増やしていくっていうことだと思うんですよ。でもなかなかそういう方向性にいかないというのが悲しいところです。消費税というのは分かりやすく買い物するときにもうパーセンテージで来るわけじゃないですか。で経済というか、まあ買い物ってみんな完全に計画的にやってるわけではないと思うんですよ。だから感情が大きく左右します。いざ買うときに 10% と見るとなんだかんだ割高感をみんな感じているんじゃないかなと思いますね。 2% ぐらい大したことないと言ってる人もいたような、もしくは計算しやすくなるからいいとかね。いやでも計算しやすくなったところで手出しのお金増えるわけですから何も良くないですよ。現代人というのは将来不安というのもことさら、まあ、やはり煽られているじゃないですか。こういう状況で消費を増やそうっていう方が難しいと思いますよ。そのあたりの一般的な消費者心理っていうのは頭のいい人たちにはわからないんでしょうか。菅政権になっても減税というのはなかなか難しそうですけれども、野党第一党立憲民主党はどういう見解を示しているのか。枝野代表は産経新聞のインタビューに消費税を 0% にすることも選択肢だと述べています。あれちょっと前に否定していたような、減税するにしても2年程度としているんですが、一方で掲げること自体否定はしないが国民にとってメインのテーマにはなり得ないのではないかとも言っています。いやテーマになるんじゃないでしょうか。枝野さん的には、消費喚起策としてはむしろ年収1000万円以下の中間層に対する次元的な所得税減税の方が有効とも述べています。でも消費するのって中間層だけじゃないですからね。消費税の方が、まあ、買い物するときにみんなこれ適用されるわけですから、いやそっちの方がいいと思うんですけど、まああれですね、これやる気ないですね。というかそもそものところに立ち返ってみると、消費増税の道筋をつけたのは民主党政権時代ですよ。これはどうにもなりません。本当に何度もこの結論になるんですけども、自民党でもなく立憲民主党でもなく、もうなんか新しいまともな野党の存在、野党というか政党の存在っていうのは必要だと思いますね。いやもう本当にアベノミクス、安倍政権で消費増税やらなければ、もう今頃ね、やっぱもう安倍総理なんていうのは、安倍前総理なんていうのは神として扱われていたんじゃないかと思いますよ。それは本当に惜しいなと思いますね。というところで今日は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。